それではあの最後にですねま,あまとめみたいな感じになるんですけれどもえーとスライドだけ用意してどんなスライドで話す内容は決めてなかったんですがなんとなくこの今の話に合わせて。 の流れとスライドを合わせながら、お話を最後の10分ぐらいでお話ししていければと思っております。powerpoint のリモコンいただいてもよろしいですかね？よろしくお願いします。あの、私どもまあこの企画の中でですね。えー、まあこ、最初の問いは、えー、最善のまあ、患者にとって最善の決断をしていく上で、患者と医療者は何をシェアしていけばいいのかということでした。でえー。 何をシェアするっていった時に通常インフォームドコンセントだとかシェアードディシジョンメイキングのまあ考え方だとあの情報をシェアしていく、まあ、その情報は、まあ、医療者側の情報っていうものはまあ診療ガイドラインやエビデンスというものを中心としながら、まあ、比較的分かりやすいんだけれども、えー、患者側の情報というのは情報というよりはまあ事情である。 えー、すなわち、まあ、それこそ山ちゃんの鳴のき真似山ちゃんじゃない動物像の鳴き真似がすごい得意とか、まあ、そういうことが。 ただおそらくその情報がすごい集まって1つの土俵にドーンってカードみたいにバラバラってなってそしてそれを統合していきましょうっていうようなことが理想としてはあるんだけれどもまあなかなか難しいですよねということがあります。それはなぜかというとう多分あの そもそものその情報の質っていうのがだいぶ違っているということが一つなのかなとは思いますし引き算とか足し算掛け算のようにえじゃあエビデンスレベルがこっちで象の鳴きの真似がこっちだからえと引き算したらこのぐらいになるなんてことができないわけですで。 そこにはまず一つ多分決断をシンプルにアルゴリズムで考えていくことができないというのが一つあると思うんですが多分もう一つはです、ねえー、この決断というものは多分決断の事象が発生して決断に至ってそして物事が起こってそしてその,その後満足あるいは後悔するっていう一つの大きな人生の流れの中での一つのプロセスな。 なのでその人生の流れというものを意識しながら決断事象に向かわないとなかなかやっぱりその情報だけこう集めて統合すればいいですよねということにはならないのかなということだと思います。で、人うこ人があの多分生きているのはこういうふうに、まあ、普通に生きているわけですけれども時間とともにであるある時、えー、今回の検診なのでこうリスクというものがボンってこう届いてしまう。リスクが届くとここ この時に、えー、将来大変なことになりますよみたいなアラートがまあ出てくるそうなってくるとまあ通常普通に歩いていた人人生を歩いていた人がまあ突然何,何かしらの呪いにかかってしまうようなことになるわけですよねで将来自分はがんで死ぬかもしれないっていう呪いにかかった時にいやいや実は手術っていう方法がありますよって、えー、こういきなりここに選択肢 えー、別の道が出てくるっていうようなものがなんか医療医療というものの一つのそのマジックのようなものだと思います。でそこでリスクはあるあ,あると思いますしそのリスクの種類も大きさも様々。その中で本当だったら別に普通に人生を歩いて行、えー、けばよかった人が。えー <laughs> 死ぬかもしれないのでこっちの周りに道を行った方がいいというあの、まあ、選択に迫られるというのがこう医療の物語にある決断の、えー、こう一般的なものかなと思っています。えー、ただまあそこでその医学的推奨自分の価値・自償こうやって、えー、いろんなことをです、ね、統合して合理的に物事を考えていけば、えー、行くことができればいいんですが先ほどもあったようにやっぱりその ガイドラインといってもどのぐらい中腰なのかどのぐらい前のめりなのかっていうのが医療者側もなかなかそこが、えー、一枚岩ではないし、えー、一方でそれをど医療者側の前のめり感をどうやってかこう患者側受け取っていいかもわからないしでさらに言うといろいろな多分ア、えー 将来にあるアウトカムそれは不幸なアウトカムと幸福なアウトカム両方があってさらにそれ,それぞれに、えー、の性質が違ってさらにそれぞれに大きさも違うっていう、まあ、こんな複雑な中で決断というのは、えー、できているわけです。でその中でおそらく私た,私たち、えー、か当事者がなかなか 実は自分の中でも気づいていないことそして医療者にとってはもう全く気づいていないことっていうものが何を叶えたいのかということなのかなと私は思っています何に困っていて何を叶えたいのかということがまずそ決断をに関与する人たちの中でそのシンプルなところがまず 共有されないと一つ一つの,、まあ、あの死にますようだとか傷残りますようだとかそういうようなことにこうの創造性というものが湧きにくいのかなと思っています。なので私はまあ臨床医としてまず何か患者さんがに事象が発生したということを伝え,伝える時に。 まず、どうやったらこのあのこの、まま、前の患者さんが何を叶えたいんだろうか、ということを、自分がどうやってし知ろうとするかということからまあ始めていっています。そして、あの先ほど皆さん複数の方がおっしゃったように、実は一つ一つの根拠というものは大切ではあるのですが、おそらくそれは、えー コミュニケーションを取っていくための手段のカードとして大切なものそこには強いカードもあれば弱いカードもあるけれどもそのカードそのものよりはそのカードでどういうふうに一つの大切なことを一緒にやっていくかというこのどういうふうにということの方がおそらくカードそのものより大事なことなのかなというのが私たちが考えていることです。であの 有名なあのワンピースっていう漫画がありますよねでワンピースっていう漫画は後悔の漫画なんですけれどもあの多分医療とかも含めて、えー、いろんな事象、えー、人生の中で例えば受験する、えー、ギターを買う、えー、家を売るうー株を買う、まあ、そして手術を受けるこんないろいろな大きな事象の中で一緒にやっている。 行くことその人と一緒にやっていくことっていうのがないまま決断を一人でやらないといけないというのは多分どんなに強いカードがあったとしても難しいのかなと思っています。で「ワンピースのいいところは、まあ、みんなバラバラですしみんなあのその麦わら海賊団っていうところ人たちですねみんなこう考えてることがバラバラですしみんなあさってのこと言ってはいるんですけれどもそこで。 それぞれに対してああこいつはきっとこういうことは考えているんだろうなと思い思う創造性を持ちながら1つの船に乗っているっていうその感覚があるということここななのかなと思っていますそしてその中でまあ船長が船長はおそらく当事者である患者かもしれませんしそうではないかもしれません。でさらにまあ た多分専門家、まあ、医師とかそういう専門家は航海士として船長の言うことを聞きながらじゃあもう嵐が来るかもしれないからじゃあちょっと迂回してこう言ってみようって、えー、言った中でおそらく船長はその航海士をある程度信用しながらでもあ「おめえ本当に大丈夫か?」とか言いながら一緒にやっていく。 ここんななようなことがやっぱり決断人生における決断の物語まあ特に後戻りできないような決断医療のように後戻りできないような決断の中ではえここの部分が私はまあ最も大事なのかなと思いながらえこの人と一緒に船に乗っている感覚がこの人は持ってくれていて自分自身も持っているだろうかということを自問しながらやっているということです。そういういい意味においては 最後の,その患者と医療者は何をシェアしていくのかということこれはおそらく1つは歴史え自分それぞれが医療であればその医学全体の歴史もそうかもしれませんえ医学全体の歴史の中で例えば看護師や医師が1人の人間として体験してきたことこれは物語に他ならないと思いますナラティブに他ならない で患者は患者で、えー、患者が体験してきたこと患者の事情そういうものがある一点歴史の中の一点において開口しているこの開口している時におそらくこう人生の中でずっと一緒に船に乗ってるわけではないんだけどそこの物語で一緒に船に乗りながらお互いの体験をリスペクトしながら どこに向かかおうかそのどこに向かおうかというのが患者、まあ、か船長である患者が叶えたいことに向かっていけたらいいなでもなかなかその叶えたいことってどういうことかよく分かんないので、えー、本当にどこに行きたいのって言いながらこういろいろやっていく、えー、地道にやっていくっていうのが、えー、その決断の物語の エッセンスなのかなその中で患者の事情そしてクリニカルエビデンスそしてエビデンスというのはおそらく過去の物語を未来に投影しながら現在の推奨を出しているという時間を超えた情報でもありますこういうものを背負いながら一緒に旅をしていくというのがこの 決断においてシェアをしていくうー相互がシェアをしていくこと、えー、経験と展望これをシェアしていくことが大事なのかなと思っています、えー、以上でなりますありがとうございました